皆さんこんにちはよ介すけです先日東京に行ってきました今回は私の住む豊橋から東京まで行く新幹線の乗り方をご案内していきます簡単な日本語を使ってお話しするので是非最後まで聞いてみてください豊橋は 新幹線の光とままが止まりますのぞみは止まりません。光に乗るとあまり停車しないので1時間30分で東京駅に行けます。こだまに乗ると全部停車するので2時間かかります。 新幹線には指定席と自由席があります。指定席はあらかじめ席が決まっているので混んでいる時でも安心です。自由席は少し安いですが空いている席にしか座れません。私が乗るときは いつも自由席が空いているので自由席を選びますゴールデンウィークや年末年始などの混雑する時期は指定席の方が良いかもしれませんまず新幹線に乗るためには切符が必要です豊橋駅の 新幹線の切符売り場に行きましょう今回は自動販売機で切符を買いますここで案内があります聞き取れますかいらっしゃいませお求めの切符の種類をお選びください 「いらっしゃいませお求めの切符の種類をお選びください」いいらっしゃいませおと言っていますね。今回は「自由席をご利用のお客様」というボタンをタッチします。次に「目的地」を選びます。今回は 東東京京でですすので東京を選びます乗車日は本日大人1人を選びました支払いはクレジットカードか現金で支払うことができます無事 買うことがでできました簡単ですね緑の窓口で買う場合駅員さんに「東京までの新幹線の切符をください」と言えば購入できます。緑の窓口は混雑することがあるので時間がない時は自動販売機の方がおすすめです。 切符を買ったら次はホームに行きます改札に切符を入れたら切符を取り忘れないようにしましょう静岡東京方面のホームに向かいます逆方向は名古屋がありぼーっとしていると逆方向への新幹線に 乗りりそうになります。新幹線が通過していますねとても速いですホームにドアがついている駅もありますが豊橋駅はついていません危ないので黄色い線の内側を歩く必要があります駅のホームには お土産を買える自販機が置いてありますお菓子やうどんブラックサンダーのチョコレート菓子が売っていますね他にもアイス、コーヒーなどの自販機もあります自由席は1号車から5号車なので自由席のところまで移動します 日本では列に並んで待つのがマナーです。自由席を選んだ場合、早く並ばないと座れないこともあるので、ちょっと早めに行くのがおすすめです。新幹線がホームに到着したら、列が順番に動きます。 新幹線のドアが開いたら人が降りてきます。降りる人が降りたら新幹線に落ち着いて乗り込みましょう。というわけで今回は豊橋から東京までの新幹線に乗り込むまでのお話をしました。新幹線に乗るイメージわきましたか ぜひ新幹線に乗る時の参考にしてくださいではまた次の動画でお会いしましょうお疲れ様ですこの後はふりがななしでもう一度聞いてみましょう漢字が読めるかも確認してみてくださいでは始めましょう皆さんこんにちはや介です先日東京に行ってきました 今回は私の住む豊橋から東京まで行く新幹線の乗り方をご案内していきます。簡単な日本語を使ってお話しするので是非最後まで聞いてみてください。豊橋は新幹線の光と小玉が止まります。 のぞみは止まりません。ひかりに乗るとあまり停車しないので1時間30分で東京駅に行けます。こだまに乗ると全部停車するので2時間かかります。新幹線には指定席と自由席があります。 指定席はあらかじめ席が決まっているので混んでいる時でも安心です。自由席は少し安いですが空いている席にしか座れません。私が乗るときはいつも自由席が空いているので自由席を選びます。 ゴールデンウィークや年末年始などの混雑する時期は指定席の方が良いかもしれません。まず新幹線に乗るためには切符が必要です。豊橋駅の新幹線の切符売り場に行きましょう。今回は自動販売機で

今回は自由席をご利用のお客様というボタンをタッチします。次に目的地を選びます。今回は東京ですので東京を選びます。乗車日は本日大人1人を選びました。 支払いはクレジットカードか現金で支払うことができます。無事買うことができました。簡単ですね。緑の窓口で買う場合、駅員さんに東京までの新幹線の切符をくださいと言えば購入できます。緑の窓口は 混雑することがあるので時間がないときは自動販売機の方がおすすめです切符を買ったら次はホームに行きます改札に切符を入れたら切符を取り忘れないようにしましょう静岡東京方面のホームに向かいます 逆方向は名古屋があり、ぼーっとしていると逆方向への新幹線に乗りそうになります。新幹線が通過していますね。とても早いです。ホームにドアがついている駅もありますが、豊橋駅はついていません。危ないので、 黄色い線の内側を歩く必要があります駅のホームにはお土産を買える自販機が置いてありますお菓子やうどん、ブラックサンダーのチョコレート菓子が売っていますね他にもアイス、コーヒーなどの自販機もあります 自由席は1号車から5号車なので自由席のところまで移動します。日本では列に並んで待つのがマナーです。自由席を選んだ場合早く並ばないと座れないこともあるのでちょっと早めに行くのがおすすめです。 新幹線がホームに到着したら列が順番に動きます新幹線のドアが開いたら人が降りてきます降りる人が降りたら新幹線に落ち着いて乗り込みましょうというわけで今回は 豊橋から東京までの新幹線に乗り込むまでのお話をしました新幹線に乗るイメージはきましたかぜひ新幹線に乗る時の参考にしてくださいではまた次の動画でお会いしましょうはいお疲れ様でしたこの動画がいいねと思ったら チャンネル登録、高評価、友人へのシェアをよろしくお願いしますコメントもいただけるととても励みになりますではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ